今回ねネギがさ結構もう年寄ってきて曲がってしまって消費にもならないからもう出荷もやめちゃったんだけれども、まだ残ってるんでこれをちょっとね食べていこうかなって思って動画撮ってます。で、まあ、まず準備としてはこのパヤッと出てた葉っぱ取ってね、でよいしょ、上の方ねちょっとしなしなしてるから切ってしまって、そうこんなんでね、あと半分ぐらいしとくか、半分にしよう。でよいしょ、ここまでで、もう焼いていこうと思います。炭火焼きにしていこうと思います。それでね、丸焼きにしたのがこれだよ。触れるかな。うん、わ、真っ黒焦げだけども、最初から土ついたままやったじゃん。あれはちゃんと意味があって、そういう食べれないところをあっちゃあっちゃ黒焦げにして、あっちゃあっちゃ黒焦げにしたところをこうやって取って投げてしまうと、土ついたところをね、それで包んで焼いてしまうっていうイメージでやりました。多少黒くても大丈夫だ。ちょっと取っちゃうか。ちょっと待って、これ根っこのとこだ。ね、ここは切り落として。よいしょ。ほら、こうすれば、あつ。もう、普通に食べられる。で、今回さ、俺好きなのが、こういう焼いたもの、塩飛びしちゃってるけども、ね、好きなのが、この味噌とマヨネーズ混ぜた、味噌マヨネーズ。お、あ、あ、中身ですか。ネギも甘くて美味しい。この中の全く焦げてないところ、ここが一番美味しいだろうね。あのさ、味噌もマヨネーズもいらなかったね。それだけ美味しいよ、やっぱり。もともとネギがいいもん。結構これさ、規格外だったり、皮むき失敗してやつを、まあ、知ってる人にあげたりしたのよ、このネギをね。うん。そしたらやっぱり美味しいと。甘みがあってトロトロしてさ、ネギが苦手な人も食べれたと。そういう声もあったのさ。だからネギ自体はすごくいいのさ。ただ今回今年やっぱ冬も暖かくてさ、ちょっと悪くしたりとかもあったんで、ほら、ほかほかって。ね。美味しそうでっきゃ。美味しいんだよ。美味しそうじゃなくて美味しいんだよ。あ、でもやっぱ、うん、味噌マヨネーズもあった方がいいな。このしょっぱみがちょうどアクセントになって甘さも際立つって感じ。美味しいね、本当に。うん、このね、ネギ。こんなことして遊べるんだよ。ありがたいな。っていう感じでさ、丸まってしまってさ、まあ、ほら靴むいたやつだけども、こうなってもまだ食えるからさ、こうやって今回こうやってね
丸焼きにして食べたけれどもさ、本当に美味しいから、ね、ぜひね食べてみてほしいなって思います。ネギがいっぱいあったらね、ネギは結構ね、去年雨全然降らない中でもうまくできたんで、どこの畑見ても豆はできんね、じゃがいももできんね、大根もできんねっていうような状況だったけど、ネギはちゃんと育てだったから、高温、あまり高温だとダメだけども、結構ネギ、あれ、乾燥に強いみたいだから、強いから、やってみて食べてみてほしいなと、栽培してみてほしいなと思います。こういうふうに丸焼きにして、表面を剥いて食べてしまうと。土ついたところそのままにして丸焼きにして、そこ剥いてしまえばちょうどいいから。ね、美味しく食べれるんでやってみてほしいなと思います。